はい、よろしくお願いします。 BGM 入っていくよ。 BGM なんか別のやつにしようかな。これにしよっか、かっこいいやつ、和風なやつにしよう。試験飛車。さあ試験飛車でありますよ。うん、足早めについてたね。マグマではないのかもしれない。片身の囲い、身の囲い。風船の香りがしますが、やじかけ風だね。かかってきなさい。高身の囲い。四四角かな、五五歩かな。四二銀。ちか。まあ同歩同角で。まあ、5八飛車よくやってるけど、なんでもあるんだけどな、これ。まあ、寄っとくか。まあ、角引いてくると思うんですけど、まあ、銀上がって、まあ、こうね、攻められた筋に飛車を振って、こう戦うっていうのは、振り飛車の超基本。これ、上がるか。8六歩同歩、7五歩とかだったら決戦ですけど、銀上がり、なんか、堂々と来るね。どっちがいいんだろう、これ。まあ、3七桂が普通かな。4五銀だと、6五歩同歩6六歩とかやられると、ちょっとうるさいんで、まあ、桂馬跳ねて、でもカウンターできる形にする ?7 五歩がどれぐらい嫌かって話なんですけど。まあ、スーパーおとなしく指すんだったら5五歩が一番おとなしい。6五歩も今読んでるんですけどね。6五歩もありそうなんだよな。6五歩に同歩だったらもう、角交換して5五角で、大手桂取りで決まってるし、同桂も同銀と取ってね、同歩だったら角交換して5五角で、やっぱ決まってるんで、まあ、歩ついたらどうしてくるんだろうね。まあ、手抜くのか、交換してもう一回角打ってくるのかだけど、まあそこで5五銀なんか、どうなんか。まあ、5五歩が一番おとなしいかな。5五歩打っとくか。大ヤン流。まあ、3七桂か6五歩かを結構ずっと悩んでたんですけど、まあ、歩なんだ。まあまあ、それだったら桂とか跳ねといて、まあ2六歩とついて、陣形勝ち狙いますか。これ7五歩とかはね、こう、5九かに角引けるから、7六歩打たれても別に大したことないので、むしろなんかこっちからね、飛車回って、角引いて、歩ついてみたいな展開を狙いたいぐらい。私はどうしようかな。受けといてもいいけどね。相手が手詰まりになるんだったら、受けといてもいいかな。印鑑踏みたいとこなんですけど、ついて、相手の指し手が何かっていう話なんですよね。挨拶しとくか。まあ、一応なんかの時にこう、9七桂って、逃げる手も一応ね、出てくるんで、この後角引いてなんか飛車回って、歩ついてみたいな手を考えてるんですけど、どっかでね、8筋の歩を切って、8八歩とか、打ってきた時に、9七桂ってかわす手が発生する可能性があるから、受けといてもいいかなっていう感じですね。まあ、どうやって動いてくるかですね、相手。まあ、じっと飛車引くか浮くかして、待機してくるかな。まあ、6五歩同歩6四歩みたいに合わせてくるのが少し気になってるとこですけど、まあ、飛車回ってきたね。これは6五歩同歩6四歩だろうね。9五角を防いどこうって意図での9四歩だったんかな。これでも作ってもありそうだけどね。9五歩は同歩同香で仕掛けていくとどうなんだろう。これまあ桂馬が浮いてるからね。こっちの方が今玉形いいのでどんどん攻めるっていうイメージ。まあ、歩だったら、まあ、取って同香に歩打って、ああ、歩なんだ。そういうもんでござるか。まあ、飛車回ると9五香同角9四香で、電角差し食らうんで、いまいちかな。回ってこっちから取れたらいけるね。まあ、取って同飛車に飛車回っとくとかは、あ、同飛車じゃない、同歩に飛車回っとくとかは普通にあるかもしれない。いやー、おかしいけど。回る手が本当に得なのかっていう話はあるね。回って飛車受けてきた時にどうするの実際。8四香とかはぬるいかな。銀引きだったら7五歩で手になりそうだけど、風産玉たがた来た時にちょっと正直よくわかんない。8二香なりが本当に役に立つのかどうか、なんか違う気がするな。とりあえず飛車回りますか。まあこれさすがに走れたらこっちいいので、まあ9一香、あ、打ってきたね。打って単純にうさせ得ですよね。
あ、ちょっと下回らなかったけど。これ8音強とかって、刺すと実際どうすんの？じっとなれば大きいけど。8二銀？ 7 五歩なのか、8二強なりなのか。良さそうだね、それで。垂らしの強。本当は歩を垂らしたいけど、残念ながら2歩なんで、刺せません。6五歩だったらじっとなっといて、いいんじゃないかな。取り込まれてもね、5六に銀いるから、6七歩なりが効かないんで。まあ、なっといて、6四銀かな。まあ、桂馬取って、6五歩がまあ、歩みですけど、こっちから取るとね、ここから取ると統計で、跳ねてきちゃうんで。まあまあ、普通は桂馬取るけど、なんかもっといてあれば、この手がいいけど。取って同桂に角上がって、9三歩から9四飛車目指すのは、ちょっとあまりに遅いので、さすがにちょっと、それはあかんやろって気がするんですけど、取りますか？まあ、こう取っといて。6四歩とか打ってくるのか、合わせてくるのか、だったらどうせ回るんかな。取って同銀強打ち。得してんのかわかんない。ああ。角上がりね。なんかそれは、桂馬打つ手とかありそうだし、まあ、これ端もあるんだよね。1五歩も一応魅力的ですけど、どっちがいいんだろう。5四桂が一番露骨ですけど、まあ、5四桂かな。この辺も歩つけるしね。実戦的に剥がしていきますか。こうやって。まあ、次銀打ちとかからガンガン攻める手もあるし、5五銀もあるし、4五歩もあるし、楽しみいっぱいです。友達100人できるかな作戦。実質。何言ってるのか分かんないけど。友達100人できるかな風の差し回しで。金かなちょっと重たいけど。あ、そっちなんだ。これどっちだろう。5五歩5三金、7三金ってやるのか。7三金同飛車5五銀ってやるのか。こっちがいいんじゃろうね。銀で行くんかな。先銀もありそうだけど。違っとく？あ、さすがに先銀取るんか。取って5五銀ってやって。あ、6五金だったらまあ5四銀と突っ込んでいくイメージ。4銀もあるけど、風打ちあるし、まあ、すぐ上がる方がいいかな。まあ4四角とか出れたらね、もう大満足だしね。まあ5五桂とかだったら、打つんか、じっと金取るんか、さあ、これどっちだ？まあ、5三銀って普通に打つんでしょうね。4三銀だと、逃げられた時にちょっとよくわかんないんで。3分。まあ、シンプルに、清算して、まあ、5一飛車とか打って、いいんじゃない？こっち取るんだろう。香車取ってこの飛車走りに行くのも魅力的。5九香もあるし。桂馬拾って、1一流に望みをつなぐっていうのも、全然ある。どっちもあるよ。悩ましいね、これ。ああまあ、香車取るか。桂馬取るのが最善な気はするんですけど、5五桂とか飛んできた時に香車打てるっていうのはね、まあ、一応こっちの主張ですね。まあ、これとりあえず厳しいでしょ。どっちに玉行くかで、ちょっと態度変えようかな。手のひらぐるんぐるん振るやつ。6三玉だと4四角がめちゃ味いいので、で、まあ、取って、もう一回香とかいう感じ。こうして、まあ、3六歩別になんでもないんで、取って、同玉に5八飛車とか回れたら、めっちゃいい。これまあ受けにくいと思いますよ。まあ、5五なんちゃらとかだったら、同角か同香か、思ったけど、単に行きましたね。これまあ、30秒。味吉くん、6三玉は6一流で寄りますね。合駒効かないのが辛いとこですね。6五玉は6一流から読みますね。合駒は6六金。上がったら6六流から9七金。これも、まあ、こうして、5二飛車成が一軒流の形なんで、あるので、合駒しても取れるし、玉寄ってもね、角でね、詰むんで、即詰みですね。流上がりは4四流で、手詰め。
飛車成って、まあ、3四玉に、まあ、2五金3三玉4二竜で進みます。おねむさんいらっしゃい、ありがとうございました。お前なら、はい、ということで感想戦やっていきます。まあ、相手がね、まあまあこう早仕掛けの形を狙ってきて、まあ、ただこっち四間飛車なんでね、もう銀下にしとくとどうせ手つけないんで、こうやって待機して高美濃に組んでいくのがおすすめ。一応メンバーシップで、残す予定なんで、はい、後からでもいけますよ。まあ、当日だったら質問とかし放題だけどっていう、そういう感じ。まあ5五からね仕掛けてくるんですけど、まあこれにはまあ5八飛車って回って、こうね、戦い残る筋に飛車振っていくのがおすすめ。こうしとくとね、普通飛車先の振って自分から居飛車みたいにこう伸ばして交換していくっていうのが普通なんですけど、この場合、相手が、飛車先の方をね、交換してくれたんで、こっちはね、別に何も、ローすることなく、一歩手持ちにして戦えるんですよね。まあ、こういうのが、振り飛車の戦い方ですよね。こう歩の切れてるとこに飛車振れば、相手陣直射しますからね、それだけで。これが、振り飛車の呼吸、って言われてます。で、こう銀上がってね、こう、空間空いてるんで、銀を繰り出して戦うっていうのが、やっぱ基本になりますね。お付きだったら、普通に同歩手取ってね、角交換して、やっぱこういう風にやってくると、まあ、5五角がちょうどね、これ両取りになってて嬉しいので、まあ、単に6五歩と突くだけでは戦いにならないんですよね。で、こう中央からどんどんこっちも銀上がってくるから、結構まあ大変な局面ですね。飛車自体はね。銀上がりに、まあ、こっちも銀上がって。銀上がり、まあ5五歩と打ちました。まあいろいろお手あったんだけど、5五歩が一番無難なんかな。まあ、桂跳ねとか6五歩あたりが、ちょっと悩んだとこだったんですけど、まあ、桂跳ねておいて、どっかでね、4五桂とか、まあ、3五歩同歩4五桂とかして、3三歩打つような筋とかが、かなり厳しい攻めになるんで、まあ、これを狙うと。まあ、じっと歩打たれたりしたときに、まあ、方針がちょっとよくわかんなかったですね。多分銀冠組むような形になるんですけど、まあ、作戦勝ちではあると思うんですけどね。まあ、相手の攻めを待ってカウンターするイメージかな。で、軽い攻めだったら6五歩っていう感じで。まあ、久保先生とかこういうね、手、お好きですよね。まあ、同歩だったら、角交換して、5五角と打てば、王手桂取りなんで、まあ、これはちょっとうまくいきすぎたし、同桂もね、まあ、同銀と取って、同歩だったら、王手飛車。まあ、こうなったらさすがに勝ちですよね。こういう手が狙えるんで、まあ、結構嫌な攻めなんですよね。ただまあ、7七角成同桂、まあ、角打ちとか、どこに打つんだろう、この辺かな。6六かもしんないけど。打ったりとか、なんかじっと我慢するとか、されると、なんか本当にいいのかよくわかんなくて。ほっとくとね、8六振って、飛車先突破してくるから、あんまりこっちも、なんか、悠長に構えてはいられないんですけど、この局面が得してるのかがちょっとそんなにわかんなかったんで、選ばなかったんですよね。まあ、一応相手の最善は4四歩らしいんですけど、まあ、これだったら、なんか、取って、まあ取って、銀ぶつけて、また調してそうな感じはしますね。なんか振り飛車だけどんどん攻めてる感じなんで。まあ、本譜5五歩が、まあ、一応 AI 君の言うとこの最善で、6五歩といい勝負らしいですけど、まあ、こう押さえとけば、相手からね、こう6五歩同歩、角交換して攻める手を消せるんで、で、なんかの時にこう拠点になると。本譜もね、最終的にここに桂馬打って、相手陣崩せたんで、役に立ちましたね。まあ、そういう話になって、まあ、指しやすい将棋になったかなと。ここで相手が待機策を選んできたんですけど、こうなるとね、なんか、こっちだけ陣形どんどんよくできるんで、まだ銀冠へのね、変身残してますから、だいぶいいかなって感じですね。ただ本譜6人飛車だったんで、ここで9五歩と行きました。これやっぱ最善らしい。あ、こういう形ね、なんか、7三桂って跳ねてて、8五歩。要はこの角が9五に出れたら、桂取りの先手になる。こういう形ね。こういう形の時、大体この端攻めが成立する場合が多いので、これぜひ覚えておいてほしい筋ですね。こうなるとなんか、桂取り受けないといけないんですけど、受け方が結構難しくて、まあ、飛車りとかだったらなんか9四歩とかね、じっと垂らしておくのが手筋で、まあ、これ飛車回って受けるとね、桂馬取られちゃうし、まあ、9二歩とか受けると完全に利かされで、まあ、香車とか打つ手でも良さそうだね。こうやって受けると、次の強なりがね、受かんないんで、まあ、これ居飛車が一気に悪くなります。まあ、それを待って相手歩打ってきたんですけど、
まあ、取って、まあ普通に9五歩取っといてね。まあ、これで問題ないですね。ちなみに飛車が、この仕掛けまあ結構あるんですけど、例えば飛車がね、この位置だとね、大体あんまりうまくいかないんですよ。例えば3三角とか待機してきて、まあ、9五歩同歩、同香。まあでもこの場合、陣形位から成立する可能性はあるんですけど、こうね、一応、取って、に、8六歩ってついて、まあ、同角だったら、こう、香車打つみたいなね、手は一応あるんですけど、この場合ね、角、一番下まで引けるんであんまり効かないんですよね。でもう一つが、9五香手取る手があって、まあ、これが一番の手筋なんですけど、同角だったら飛車成るよって手があるんですけど、この場合もね、ここの、桂馬取った手が銀取りの先手なんで、ちょっとあまり良くないかな。銀がなんか6二とかにいてね、なんか、桂馬に紐がついてる形だと、飛車慣れて、居飛車もそれなりにやれるんですけど、一応こういうカウンターはもらう可能性があるんで、相手がね、こう8人に飛車がいるときは、この端攻め成立しないときあるから、要注意って感じですね。6人だったらさっきの筋ないんで、やりたい放題なんで、行っちゃおうっていう。こっちとしてはかなりリスクの少ない攻めなんで、どんどん攻めれますね。本譜、歩打ちに取って、まあ、飛車回ったんですけど、まあ、9二飛車って受けたらね、まあ、一応8四香で垂らすつもりだったんですけど、まあ、9三飛車、8二香成で、まあ、多分こう進むんですけど、次の手がよく分かんなかったんですけど、まあ、相手もね、指して難しいので、まあ、こっちはなんかここの歩がいなくなったらね、歩垂らしていいんですけど、それが回るのかどうかっていう話で、まあ、桂跳ねに引いて、なんかじっとさせって言ってますね。2一玉。向こう指してないね、これ、完全に。ここで27銀。超絶大人の対応してますね。超大人。もう何も指す手がないと見て、銀冠におもむろに組み出す。鬼かな ?57 角から6を振ってついて、飛車を狙えば、よしと。いうことみたい。強い。まあ、こうされ、刺されると、ね、相手も何もできないんで、まあ、強者を打ってきたんですけど、これまあ一方的にね、相手に強者を打たせて、こっちだけ、駒材に強者が乗ってる状態なんで、好きなところに使えるんで、やっぱ大きかったですね。まあ、すぐさま強者、ここに8四に打ちましたけど、まあ、地味に8三強成が厳しくて、非常に受けづらいですよね。銀引いても、こう、普通にこっちになって。で、こうかわしたらね、どっちもあるね。強者取って飛車走りに行ってもいいし、成強を引いて、こう、7三成強と攻めてもいいし、どっちもある。こういう感じに攻めていけば、まあ、分かりやすい展開で。本譜はまあ、歩突きから、反撃含みでのね、足回しでしたけど、まあ、シンプルに応対していって、まあ、5、4系から剥がしていったのが、厳しかったですね。もう全部なんか駒取っていって、相手玉を裸にして、まあ、飛車打ってね。まあ、最後はこう、歩切り、歩が打てないのをついて、強者打つのもね、寄せのポイントなんですけど、まあ、これで一気の寄りと。まあ、最後は、上がっても、銀打って、引いてこう。まあ、先竜引いてもいいですけどね。での即詰みですね。こっち寄っても、こうして、こう。どっちでも同じ詰みです。まあ、そういう感じでございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。